はい、どうも、メンヘラおじさんです。精神科と歯医者が終わって、もうあと、本当に明日忘年会をやって、実家帰るということで、1年締めくくりかなというふうに思っておりますので、ここでですね、この2022年の総括をしようと思ってございます。で、今年はですね、大きい病気はせずに、なんとか1年間過ごしたなっていうところで、まずはそれが良かったんじゃないかなというふうに思ってます。そう思わなダメやなと思ってます。で、途中いろいろトラブルとかもありましたけれども、最終的には生きていられたので、マジで良かったというふうに思ってます。で、来年もですね、なんとか仕事を辞めずに、1年過ごせたらなというのが素直なところでございます。本当に多くを望まずに、まずは自分の生活基盤をなんとかしていこうというところでございます。で、YouTube の方もね、今年1年は飛躍の年だったのかなというふうに思っております。今、アナリティクス見てると、総再生回数55万2000回、再生時間1万5000回、時間で、チャンネル登録者が694ということで、ここ最近ちょっと増えたり減ったりですけども、特に11月、12月は増えたというところがあってというところと、あと、リミックスのところですかね、リミックスポイントのことで、いろいろ話して、そこで伸びたというところを、この2点かなと思っております。途中、迷走してたんでね、ちょっと辛いなという時もあったんですけど、最終的には、1000人突破と収益化ができたというところで、終わり良ければというところでございます。で、あとは、オフ会を、大きいのを3回で、個人的なお茶会を、複数回させていただいたというところで、視聴者さんと触れ合うことができた年だったとも思っております。で、これについては本当に来年度も継続的にやっていきたいと思いますし、より密な関係、とまではいかないですけれども、ほどほどの距離で、お互いに心地よい距離感でですね、やっていければなと思ってます。あんまり近づきすぎるとね、トラブルになったりするかもしれないので、そこのところは本当に、お互い気をつけながら、多少の気を使いながらですね、やっていけたらそれでいいんじゃないかなと思ってございます。で、収益に関しては、ざっくり、どうだろうな。言うたら、個人的に、スーパーチャットは除いて、ざっくり4000、5000ぐらいはなんかもらえそうな感じ。年に、6万、ぐらい、もらえそうな感じなのかなって想像してます。そのレベルだと僕は思ってますし、それ以上なら嬉しいなというぐらいでございます。あとは、お小遣いとかもらってるんで、合計したら来年は多分10万はこの調子ではもう手に入るんじゃないかなというふうに思ってます。そんな感じですね。だから、そのラインを最低ラインにして、いかにチャンネルを伸ばしていくかっていうことであるとか、視聴回数を、言うたら昨年より伸ばしていくかっていうことは考えるというところでございます。もちろん、その大前提として、チャンネルで炎上せずにですね、1年間やっていけるっていうことをまずは第一に考えて、あくまでおじさんの Vlog だということも忘れずにね、本当にやっていこうと思います。自分自身もね、正直なところ、歯がゆいところはずっと持ってるんですよ。オフ会でね、はしゃいでる姿とか見られたら、いや、この感じをもう言うたら、YouTube で上げたら、全然いけると思いますよとは、やっぱ言われるんですよ。言われるんですけども、やっぱ言葉の使い方であるとか、やっぱネタの問題ですよね。大きなところは本当にネタなんですよ。ネタの部分で、会社からいろいろ言われてるんで、それが出せないというところなので、結局は、ニュースを読みながら自分の考えをしゃべるというのに終始している、ところなんですね。で、そこをなんとかしないといけないとは思ってるんですけども、言うたら、できることとできないことがあるんで、もう言うたら、仕事を辞めるということは一応基本的にできないですと。正直なところ、年収ベースで言ったら、そこそこ平均ぐらいもらって
ってるんですよね。なので、そこを、言うたら、上回るぐらい YouTube の収益が出れば、僕も発言にはだいぶ緩さが出てですね、自分の良さっていうのは出せる自信はあるんですけども、せっかく、なんですかね、それなりのチャンネルっていうか、収益化したチャンネルになったので、これを継続しながらですね、様子を見て、で、収益の、言うたら、収益が確定したら、収益確定の動画を作り、YouTube のチャンネル登録者が伸びれば、こういうふうにやって伸ばしましたっていう動画を作ったりとか、あるいはメンバーシップ、ライブ配信、そういうのを継続してやっていくことで、こういうものができていくんだよっていう過程を見せるという、そっちの方の YouTube 育成動画っていうんですかね。そっちの方も、やるということで、そこら辺が味変になりゃいいかなというふうには今日現在思ってるんですけれども、どの話題をやってもね、なかなかお詐欺のトピックをやったりとかもしても、あんま伸びないんですよね。それよりも、婚活、投資、あと副業ですかね。それから見て大体、1日じゃないな、1動画100回ぐらい回るっていうようなレベルなので、言うたらレベル感を、少しずつ上げていくというか、再生回数、1個当たりの再生回数をちょこちょこ上げていくというのと、なんですかね、ショート動画でちょこっと再生を伸ばして登録者を増やしていく、この2つ、ですかね。あとは、低評価が多いっていうのはあるんですけれども、それはね、一部のアンチがいるっていうのは僕も認識してて、今日も、一部界隈でおじさんの悪口言われてますよみたいなこと言われてるんですけども、それに関しても基本的に無視するしかないんでね、っていうか僕それを知らなかったんで、あれなんですけども。大体そういうことを言う人は、やっぱ自分の人生あんまりうまくいってないんでしょうね。僕自身あんまり人の悪口言わないんですよね。それも自分のチャンネルの良さだと思ってて、人の悪口言ってもね、いいことなんか一個もないんで、僕自身、ぶっ殺したい相手はいるんですけども、自分は自分でやれることをやるっていうことを決めてるんで、そういうところはね、なんですかね、YouTube のチャンネルが育ってきたことで、やっぱそういうふうに前を向けるということで、良かったなと思うところではございます。これを大事にしながら、やっていければなと思ってます。これのおかげで仕事に関してもある程度割り切りができているので、そういうところでですね、また1年ですね、ありがとうございましたということと、来年もですね、変わらずにですね、視聴いただけたらなというふうに思ってます。視聴いただけたり、あるいはライブ配信に来ていただいたり、お茶しようであったりとか、オフ会に行きたいですっていうようなことをですね、お話伺いながら、チャンネルの運営と成長を、やっていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。